アトミックデモチーム松澤聖香です。アトミックレッドスター STI ブーツのご紹介をします。こちらは今季新しく出たモデルになります。このブーツの特徴は非常にコンパクトでフィット感、足のラッピングが非常にいいというところです。まあ、どの辺がそうかといったら、この甲の部分があんまりこう高さを持たせずにちょっと低くなっています。まあ、なので横サイドもそうですけど、この甲側にかけてのこの足を包み込む感じが抜群にいいです。幅は93ミリのラストになっています。まあ、それともう一つはこのくるぶしの位置なんですけど、他のアトミックのブーツに比べてこのヒンジの位置、くるぶしの位置が少し低く設計されています。まあ、ですので、まあ、日本人の足に合いやすいとも言われていますし、この位置が下がったことによって非常に足首の可動域が広くなっています。まあ、ですので足の小さい、まあ、お子さんですとか女性の方にもかなりフィット感がいいので、ぜひ一度履いてみてください。まあ、それともう一つはこのブーツ少しだけシェルの高さ、あとはインナーが低くなっています。まあ、ですので身長がそんな高くないとか力のない方でも可動域が広く取れるので、なのでスキーにより力が伝えやすいとか運動がしやすいブーツになっていますので、ぜひ子どもさんから大人まで、そして大会を目指す方まで幅広く使っていただけるブーツになってますので、ぜひ履いてみてください。